はい、おはようございます。梅子です。この家で暮らすのも3日間になりました。よいしょ、顔を洗っていきたいと思います。この家ではね、やっぱよく朝トーク撮ってたよね。引っ越ししたらモーニングルーティーンは変わるんでしょうか。カメラの位置調整させてください。最近変わったモーニングルーティーンといえば、マジで早起きになった。前は朝撮影するために意識的に早起きとかしてたんやけど、今は勝手に目が覚めるし、撮影する気持ち全然ない日も普通に早起きするよね。今ね、新しい時計購入済みなんですけど、今6時10分ぐらいなんですよ。起きたのはもう5時ぐらい。なんなら3時ぐらいには1回起きたし、なんか早く起きすぎる。まあ、寝たのは11時ぐらいから、まあそれはそれで早いんやけど、理想としてはやっぱ11時ぐらい寝て、6時までぐっすり寝るっていうのが理想なんやけど、もう5時とかには起きて今になります。で、ちょっと暇なんで朝トーク撮ろうかなみたいな感じになってます。まあ、私いつもメンタルヘルスクリニック通って睡眠導入剤をもらってるんだけど、もう導入については最近完璧なんよ。ちょっとゴム取ってきますね。ゴム、髪の毛くるゴム。はい、ゴム取ってきた。マジで入眠がでも変わったんよ。でそれはサプリを飲んでからなんよ。でこれはマジでみんなに教えたい。まあ、人によるからサプリとかも合う合わん。私全然やっぱ合わへんっていうか効かへんサプリとかもあるし、私の場合はアイハーブで買ったメラトニンっていう成分のサプリがめちゃくちゃ良かった。であんま副作用とかも一切感じひんくて普通に眠る。いつも私さ、寝れんくてさ、辛かったの。高校のあたりから不眠で、親も不眠で、もうしょうがないかなって思ってたんやけど、夜寝つきが悪いっていうのがすごい改善されました。何事もやっぱ諦めるんじゃなくて、悩み続け探し続けるって結構大事かなって思う。いつかたどり着くみたいな。でも今中途覚醒に悩んでるから。でね、それをね、メンタルヘルスクリニックの先生に相談したら、あ、それは歳ですねって言われて、特に解決療法なしみたいな、特にその新しい薬とかもなく、アドバイスもなく、自然現象ですって言われました。前のピーリング動画からあと3日で2週間ぐらいか。ピーリングの頻度としては、まあ、最初は2週間ごとにやってくださいって書いてあったから、もう一回ピーリングやろうかなと思ってるんよね。ちょうど3日後ぐらいに。で、次はどれにするかっていうと、最近Q10 の目代わりで友達に勧めていただいて買ったやつがあるんよ。これやねんけど、コリンコっていうところメーカーなんかな。ただのピーリングだと思うんだけど、これがすごく口コミも良くて、今やらへんけど、ちょっとこれを3日後ぐらいに挑戦してみたいと思います。ピーリングした感想はねんけど、めっちゃ肌ね、ツルツルだった。ほんまに良かった。皮めくれてやっぱ化粧できんのはちょっとテンション下がんねんけど、まあすぐ治るし、ほんとツルツルだったんやけど、もうすぐ引っ越しだから新しい化粧水はあんまり買ってなかったんやけど、持たないかもしれない。というわけでちょっとメイクしていきたいと思います。よいしょ。そう、最近さ、ヨガマットをしてたんよ。古くなってきたから買い替えようかなと思って、で捨ててから一切ヨガやってなくて、ちょっとストレッチ習慣がちょっとね最近やってなくて、絶対毎日これぐらいのストレッチはマジでした方がいい。肌の調子いいわ。はい、どんな時も日焼け止めですね。結構私たっぷりめに塗るわ。たっぷりめに塗って顔全体がちょっと白くなってるから、まあでもそれはしょうがない。もういいね。もうすぐ引っ越しやから新しいもの買い替えようと思っていろいろ買い替えてるんやけど、買い物しすぎっていうかAmazon のアプリ消したろうかなって思ってるぐらいずっと Amazon のアプリ見ちゃうから。昨日は石鹸置きホルダーをね買おうとしてないけど、よく考えたら引っ越し先がマグネットでくっつくかどうかちょっとわからなくて、どうやったっけみたいな。だからちょっと買わんかってんけど、偉くない私、前の私だったら絶対買ってる。あと新しいヨガマットも買おうとしてるんやけど、まあ、それも、まあ、買ってもいいんやけど、引っ越してからでいいかなっていうここにさ持ってきてもまた運ぶから二重の手間になってしまうから、新しい引っ越してから買えばいいからっていうやつは我慢してる。マジでポチりそう。年になるとね、こう昔コンシーラーとか全然使わなかったんやけど、この目の下とかに必要になってくるっていうか、一手間が増えるんよ、化粧のところに。
めんどくさい。クマ隠しとかがめんどくさい。あとこれね、コフレドール。コフレドールのこのハイライトめっちゃ気に入ってるんだけど、これ今じゃなくて、なぜか出したけど今ではない。まず、リキッドファンデーションですね。これ絶対ワンプッシュ、もう決めた。それ以上はつけません。ハイライトとかもちょっと最近つけてるんですけどね。はい、ちょっと変わりましたか。でその後パウダーを塗っていきますね。ベースメイク完成。眉毛いきます。暑い。朝起きたらなんかすごい寒くて、パジャマから上からトレーナー着るんやけど、しばらくしたら暑くなって、よいしょ、そしてここに置くっていうね何も変わってない。私は最近思ったのが、前はアイメイクから最初にやってたんやけど、チークと唇からやってた方が全体的にはなんかバランスがいいんじゃないかっていう、まあ、動画を見たんで、今日はねちょっとチークとかからやっていきたいと思います。今日のポイントはチークと唇で夏を演出していきたいと思います。大人の夏みたいな。口紅をこういうベージュピンクにしようかなと。明るめの。あ、ちょっと待って、大変なんよ。この前にリップ塗らんかか。ちょっとね、明るめの色にして、まあこれだけで、まあ一応ちょっと化粧してるねみたいな感じはあるんやけど、今日はもう2色にする。エレグランスの2色でいきたいと思います。グラデュアそのうち下手くそなんですけど、ちょっとこれ端っこあたりからつけますね。このあたりはいくら輝いててもなんか OK な気がする。マスカラこっち塗っていきます。結局目派手になったような気もするけど、順番変えた意味あるかなと思いつつ、目からやってたら私絶対もっと濃くしてたし、マスカラ下地とでガッツリ上げてたし、それでもなんかアイメイクを最後にすることで、なんかもうこんぐらいでいいかなみたいな感じで抑えれるからいいかなと思いました。はい、じゃあね、今からね、髪の毛セットして着替えて会社来てと思います。今日はねちょっと外出なんでね、ちょっと上下で、見えないか、まあ、こういう下も同じようなパンツなんですけど、まあ、上下でちょっとスーツっぽい格好でいきます。歯磨きます。最後に、はい、もう準備完璧なんでこれで会社行きたいと思います。行ってきます。バイバイ。